4月14日、ボバクラシック第1弾の皐月賞、G1、中山、芝2000メートル、が行われ、単勝2番人気のジャスティン・ミラノ、立東、友道康夫厩舎が、7番人気のコスモ・キュランダ、美保、加藤静也厩舎の猛追を抑えて優勝。デビュー3戦目にして、無敗で1冠目を手にした。動画、コースレコードを更新する超高速決着。 ジャスティンミラノが皐月賞を制す。積極的にレースを進めた3番人気のジャンタルマンタル、立党、高野智和厩舎は粘り込んで3着。貧馬ながら1番人気に押されたレガレイラ、ミホ、木村哲也厩舎はよく追い込んだものの6着に敗れ、凱旋門賞ばソットサス、ソットサス、の前代として話題になった5番人気の新エンペラー、立党、矢作義と厩舎は伸びきれず5着に終わった。 勝負の女神、競馬の神様は、時として度が過ぎたいたずらをすることがある。2009年の NHK マイルカップ、ジョーカプチーノ、昨年のマイルチャンピオンシップ、ナミュール、と G1 レースを2勝し、JRA 通算勝利数、803を記録していた藤岡光太騎手が事故にあったのは4月6日の阪神競馬、第7レースのことだった。 第3コーナーで騎乗馬が前の馬に接触して落馬した同騎手は意識不明のまま救急搬送されたが、治療の回なく意識が戻ることはなく、10日夜に息を引き取った。その4日前、フリーになってから友道9車で日々の調教を手伝うようになった藤岡浩太騎手。普段から度々調教で騎乗しており、 今回の皐月賞を迎えるにあたっても1週前追い切りで手綱を取っていたジャスティン・ミラノが皐月賞を制覇するシーンを見ずに彼は行ってしまった。レースは激烈なものとなった。前日までは週中の雨の影響が残ったか、よし、発表とはいえ、かなりタフで時計のかかる馬場状態だった。しかし当日は好天で気温が上がったこともあり、いわゆる高速馬場へと一変。ちなみに最終レース。 L、芝 1200m の勝ち時計は1分7秒1と、あのロード・カナロアが2012年のスプリンターズ・ステークス、G1 ・中山・芝 1200m で記録したコースレコード、1分6秒7、20秒示唆に迫るほど、スピードが出る速さだった。それを踏まえた上で、少々ハイペースになっても、後方の馬もなし崩しに足を使わされるため、後方からの追い込みは聞きづらく。 逆に前へつけた馬が残りがちになるのがセオリーだ。逃げ、先行馬が顔を揃えた今年のレースでも、その馬場傾向をつかんで前へポジションを取りに行くことが勝利へのマストとなっていた。